不気味な空間に鳴り響く仲間の声、ダークウェブ上で発見されるバックルームの新情報、見てはいけない撮影現場、偶然見つかる希望の出口。今回はバックルームとダークウェブ都市伝説を掛け合わせた物語に定評のあるクアスピグフクスのバックルームストーリーをと時系列順にご紹介していきたいと思います。1バックルーム混乱。1995年6月24日、誰かがとある一室でビデオを再生するところから物語は始まります。ボールと共に壁抜けバグシとある放浪者がバックルームにやってきます。放浪者は何も状況がわからずレベル0ロビーを探索します。しばらくすると謎の扉を見つけ、中にはいると、ここは70年代の家が広がるレベル231でした。遠くからの声を聞いた放浪者は他にも同じ人間がいることに気がつき、探しに行きます。遠くから聞こえた声の主は人間の声を模倣して放浪者を騙す危険なエンティテバクテリアでした。そしてバクテリアに襲われた放浪者は死亡したでしょう。このビデオを見て気になる点が一つあります。それはこのビデオを部屋で見ていたのは誰なのかという謎です。そんな謎を解消すべく次の動画を見てみましょう。2バックルームファウンドフッテージ。この動画は先ほどの放浪者の映像を見ていた男が誰かと話しているところから始まります。You don't think that's what they intended? No, no, I'm talking about the public, the people.Yes, I know, but what are you going to do to halt this from happening again? We don't need this out to the public. It's too dangerous. Yes, but it was out of pure luck that the tape was found by an ex-employee.This has to be your main priority for this experiment you've committed to.
Yes. All right. I understand. バックルームの映像が一般公開されないようにすることや壁抜け、バグによって先ほどの映像のような放浪者が行方不明になる事件の再発防止など、バックルームの問題に頭を悩ませている男。バックルームの問題に対応しながらも存在を秘密にしておきたいという立場から考えられるこの男の正体は、自社の利益のためにバックルームの研究を秘密裏に進める A シンクのような組織の職員であると考えられます。もし、この考えが正しければ、男がバックルームの一般公開を恐れていたのは、危険な面が一般人に周知され、壁抜け、バグで行方不明者が増加しながらも推し進める非倫理的バックルーム開拓プロジェクトが世論によって押し潰され、中止になることを危惧しているためだと考えられます。そんなバックルームの問題に追われる男はこれらの問題よりも優先しなければいけない問題映像を2002年10月7日に見つけ再生します。 Okay, so for a few weeks I've been hearing this weird like buzzing sound in my house and I think I might be able to find what's causing it. I think it's the ventsLike here, I'll show you. I don't know if the camera's gonna pick it up or anything, but it's so weird too because like my house doesn't have a basement or anything in it, so it's this like weird buzzing noise. Okay, maybe the camera's not gonna pick up that one, but it's definitely gonna pick up this one. See, there's like this buzzing thing. I don't know this. Hello? I swear I was home alone. Mom? Is someone home?Who moved this stuff? What? Mom, did you move the furniture? What? I don't understand. What the heck?自分の家から壁抜け、バグしてしまった、放浪者はレベル0をはじめ、空っぽのスーパーマーケットのレベル852や美術館のレベル264を探索します。そして、見てはいけない何かに遭遇するのでした。Please, I'm just trying to leave. I'm just trying to leave. I don't want to be here. Please, I'm trying to leave. I just want to leave. Please, just get me out of here. What do you want? Please, I don't want to be here anymore. Just let me out. No, stop! Stop! キグルミのような不気味な何かの餌食になる放浪者。この不気味な着ぐるみは、レイモンド、パーシとポール、ピストアが2002年に作った、レイレイと呼ばれるキャラクターです。また、女性の放浪者が見てしまったのは、ブランクルームスープを撮影している現場でした。ブランクルームスープは不気味な着ぐるみが、見守りながら男性が苦しそうにスープを飲む特殊な方法でしかたどり着けないインターネットの最も深い領域のダークウェブで見つかったとされる謎の動画です。この動画は発見された当時、レイレイたちの着ぐるみを着た犯罪組織が男性を誘拐し、男性の家族を殺し、
バラバラにした死体を食べさせている拷問映像だと噂されていました。最初は噂程度でしたが、原作者のレイモンドさんの所有していた着ぐるみが実際に盗まれた情報やレイレイが実際に誘拐している映像がネット上に拡散され、レイレイたちの着ぐるみを着た犯罪組織が男性を誘拐し、バラバラにした死体を食べさせている噂が真実味を帯び始める事態になったのでした。ここからは個人的な考察になりますが、このような犯罪行為が一般公開されれば、警察が黙っているはずがないと思います。しかし、警察がこのレイレイ誘拐事件について捜査した記録はありません。これはレイレイの犯罪行為がバックルームという無法地帯で行われていたため、警察は介入不可だったのだと考えられます。また、バックルームという異空間にただの警察がたどり着けるわけもないため、捜査ができなかったとも考えられます。以上のことから、この動画の冒頭に登場した放浪者たちの映像を監視するバックルームの問題に追われる男が話す、最も優先すべき問題とは、法律のないバックルームが何らかの形でレイレイの着ぐるみを着た犯罪組織に見つかり、非人道的な犯罪行為の巣窟として利用されていることだと考えられます。無法地帯バックルームに誘拐した人々を連れてくれば、ブランクルームスープのような拷問をすることや、その映像をダークウェブで販売することや、誘拐した人をバラして臓器売買をすることなど、ありとあらゆる犯罪ビジネスが逮捕されることなく遂行することができます。ただ、この説は当チャンネルの憶測に過ぎません。ブランクルームスープ、レイレイの拷問動画説はただの都市伝説で、実際にはストレン、バビースというアーティストのプロモーションの一環であるという説や、ダークウェブ上の動画ではなく、原作者のレイモンドさんが作った YouTube のジョーク動画など他の考察もあるので、何が真実かわかりませんので、バックルームに登場するレイレイについて意見がある方はぜひコメントください。このような新たなバックルームの問題が浮上する中、女性の放浪者がレイレイに襲われる間に捕まっていた男性の放浪者は見張りがいなくなり、逃亡を図るチャンスがやってきます。サンバックルーム、露出、ファウンドフッテージ。レイレイの見張りがなくなった隙に放浪者は全力で逃げます。様々なレベルを探索する中で、学校のようなレベルを発見します。そして、放浪者は幸運にも出口を見つけ、元の世界に生還します。しかし、本来、ならいるはずのない場所から突然、現れた放浪者を監視カメラで発見した警察は彼を保護し、事情聴取をすることにします。So we're all a little curious about your story. Correct me if I'm wrong, but you were first seen bolting from the entrance late in the afternoon, and the police say you were extremely distressed when they found you.They had no idea how you even got in there. Could you tell us a little bit about what happened to you? Yeah, I was lost in this. I don't know how to describe it. What did you see? Empty rooms, endless hallways. It was dark, so dark. And the silence. It felt suffocating. It must have been terrifying, being alone in an abandoned... No, I told the reporters a million times, this wasn't just an abandoned building. I wasn't alone. Are you all right? Have you ever had one of those dreams that felt so incredibly real, but deep down you knew it was just a dream?Like you're trapped in this alternate reality and the only way to escape is to wake up? I'm not sure I understand. That's what it felt like. It all felt like a nightmare. But it wasn't just a dream. I saw them with my own eyes. They touched me. I'm sorry you had to go through that.
Have you spoken to a professional no, about your experience? No, I'm not crazy. I'm not. I know they were real. I understand your conviction, but seeking help... Why won't anyone listen to me? It's all on the camera. People need to know. Please, let's try to keep our composure and just stay calm. Look, it was just me. There were people falling in like I did. There was a girl younger than me, and she's still stuck in cut there. The feet. You? Cut the feet. Get security in here right now. まるで頭のおかしい狂人のような扱いを受ける放浪者。事情聴取をした人は放浪者がバックルームについて詳しい情報を言わせないようにしていた印象がありました。おそらくこの事情聴取をした人は自社の利益のため秘密裏にバックルームを研究する組織に買収された汚職警官ではないでしょうか。最後に放浪者が女性がまだいるという警察の注目がバックルームに行きそうな発言をした瞬間、すぐに警備員を入れて証言をさせないようにしていました。この行動は買収された汚職警官が警察の捜査が拡大されることでバックルーム開拓プロジェクトが中止になる可能性を潰すためにやったと考えられます。もし、事情聴取をした人が汚職警官であれば、奇跡的にこちらの世界に生還した放浪者は真実を言っているのにもかかわらず、警察から狂人扱いされ、精神病院送りにされ、バックルーム開拓プロジェクトの障害に金輪際ならないように薬漬けにされ、社会復帰できないようにされているかもしれません。